静岡ラジオ送信所は、静岡県静岡市鶴区に所在する NHK、静岡放送局と SBS 静岡放送の中波、放送送信所の総称である。正式な名称は、NHK が宮武ラジオ放送所、SBS が静岡放送ラジオ送信所であるが、本校では便宜上、静岡ラジオ送信所として記述していく。さらに同県に合図し、 高草山に所在する FM 保完中継局の SBS 高草 FM 及び2016年10月14日に運用を開始したマルチメディア放送 VIP についても合わせて記述する。2016年8月16日に総務省東海総合通信局から予備免許が交付され、同年11月30日に本免許が交付、12月1日に開局した。 ABSBS ラジオワイド FM ハット ABCDE 新放送サービスアイデオ静岡局10月14日運用開始株式会社 FM 東京株式会社 VIP 2018年2月23日閲覧 a b 無線局免許状等情報 ABNHK ラジオ第一放送は等送信書が万が一送信できなくなった際の予備送信書が 静岡市清水区に設置され、空中線電力100ワットで送信される。無線局面居上等情報。ABSBS ラジオは、当送信書が万が一送信できなくなった。際の予備送信書が、静岡市駿河区トロの静岡新聞、静岡放送本社内に設置され、空中線電力1キロワットで送信される。無線局面居上等情報。 ABCAM ラジオの FM 保管中継局に、予備免許総務省東海総合通信局。ABCAM ラジオの FM 保管中継局に、免許総務省東海総合通信局。AB 無線局免許上等情報 AB 総務省、電波利用ホームページ無線局免許上等、情報2018年2月23日閲覧。総務省東海総合通信局。 マルチメディア放送の概要ありがとうございます。